くお待たせいたしました。皆様大きな拍手をお願いいたします。愛知県警音楽隊のステージです。お願いします。皆さんこんにちは。愛知県警察音楽隊です。今からは私たち音楽隊の演奏演技でお楽しみください。まずはじめにアメリカの作曲家ヘンリー・フィルモアが作曲した行進曲サーカス B をお届けします。この曲は明るく軽快な曲調で古き良き時代のサーカスの雰囲気が感じられる曲です。皆さんから見て右側奥にいるトロンボーンやチューバなどの中低音楽器の巧みな演奏技術にも注目してみてください。指揮は米田隊長です。どうぞお楽しみください。楽しみいただきました。さて今日は小さなお子さんもたくさんお見えになっていますので、次はそんな皆さんもよく知っているアニメの曲を演奏します。 NHK の人気アニメ忍たま乱太郎の勇気 100% です。歌を知っている人は一緒に歌ってみてくださいね。Thank you.
勇気 100% をお楽しみいただきました。次は行進曲怒りをあげてをお届けします。この曲はチャールズ・ H ・マーマンによって1907年に作曲されたもので、現在でもアメリカ海軍の事実上の公式行進曲として知られています。赤い服を着た私たちフレッシュアイリスのブラックエンギと合わせてお楽しみください。怒りをあげてです。どうぞお楽しみください。怒りをあげてをお楽しみいただきました。次は美女と野獣を演奏します。優しい心を持たず人を見かけで判断したため、魔法によって醜い野獣に姿を変えられた王子が、心美しく優しい少女ベルと出会い、人を愛し人に愛される真実の愛を見つけるまでを描いた物語、美女と野獣。現在実写化した映画が公開され、ハリーポッターシリーズでハーマイオニー役を演じ、世界的に有名な女優となったエマ・ワトソンさんがベル役を演じたことで話題となっています。皆さんも一度は耳にしたことがある愛と夢に満ち溢れた美女と野獣の世界をどうぞお楽しみください。Thank you.
美女と野獣をお楽しみいただきました。さてここで一つお知らせがあります。本日の2017一宮リバーサイドフェスティバルでは一宮警察署のブースで様々な情報発信を行っております。ちびっこ警察官の制服を着て写真を撮ったり、パトカーや白バイに乗ることもできますので、皆さんもぜひ皆さんの後方にあります一宮警察署のブースにお立ち寄りください。よろしくお願いいたします。それでは私たちの演奏に戻りたいと思います。次は黒い炎を演奏します。この曲は1971年にアメリカのチェイスというバンドが発表した曲です。チェイスは従来のロックバンドにトランペットやトロンボーンなどの金管楽器を加えた編成のブラスロックと呼ばれるジャンルで人気を博しました。世界的に大ブームとなり、日本の音楽界にも多大な影響を与えたブラスロックをお楽しみください。黒い炎です。
皆様こんにちは、愛知県警察音楽隊でございます。本当にね、今日はいいお天気になりました。今日一宮警察署さんのイベントとして、地域安全交通安全の広報ということでお邪魔をさせてもらっているんですけれども、会の冒頭に一宮警察署の方からお話ありましたけれども、途中からご参加の方もいらっしゃいます。交通安全について少しお話をさせていただきたいと思います。愛知県、残念なことにいい交通死亡事故がとっても多い県でございます。そしてこのゴールデンウィーク中もですね、多くの事故が発生する可能性が予想されています。皆様には交通事故の加害者にも被害者にも絶対なってほしくありませんので、気をつけてほしいなと思うところをお話をしていきたいと思います。交通安全 3S 運動っていうのがございます。これですね、3つの S、 ストップ、スロー、スマートで、交通安全ということなんですけど、まずストップですよね。赤信号は必ず止まる。これは皆さんやってみえると思うんですけれども、前の車が行っちゃったからってね、ついていって赤信号に入ってこられる方がいます。今4月に入って新しい学校に上がったお子さんなんかいますよね。目の前の信号が青になったらパッと渡ってくるかもしれませんよ。前の車が行っちゃったから、これとってもね、危険な巻き込み事故、交通事故を起こす可能性があります。それから一時停止線の手前で止まると見えないからって、一時停止線を越えてから止まろうっていうようなスピードで来てしまうと、一時停止線のところを自転車なんかが来たりするとバンと引っ掛けてしまう、こういうこともあります。止まるところではきちんと止まりましょう。そして飲酒運転のね、混雑、これもストップでいきたいと思います。それからですね、スロー、先ほどもお話ししました、小さいお子さん、風で帽子が飛んじゃった、あるいはちょっとふざけててひょっと道路へ出てしまうことってやっぱりありますよね。小さいお子さんが走ってるのを見かけられたら、何か不思議な動きをするかもしれない、心の用心とやっぱり速度を少し落としてもらうことでこれ対応できると思います。それから高齢者の方ですね、こういう方が交通事故に巻き込まれていることが多いんですけど、高齢者の方、安全確認はなさるんですけど、ちょっと道路を渡りかけてからなさる方が結構いらっしゃるんですね。そうするとあっと思った時には対応ができないんです。ですので高齢者がいらっしゃる時も、見かけた時にはスピードをちょっと落としてもらうと交通事故を回避できるんじゃないかと思います。そしてスマートですね、ここへ来る時も渋滞なんかもあったんですけども、こうちょっとイライラするとですね、荒い運転になったりすることがございます。スマート、おしゃれな運転を心がけていただきたいと思います。お先にどうぞ、そんな気持ち。それから車に乗るときですね、もしかして人にぶつかってしまったら命を奪ってしまうかもしれない、そういうものに乗ってしまっているわけで、乗って行動しているわけです。そういうときにシートベルト、今から車を運転するんだぞ、そういう気持ちを締めるためにもですね、シートベルトを締めていただく、こういうスマートな運転を心がけていただいて、皆様が交通事故の加害者にも被害者にもなりませんよう、どうぞご協力をお願いします。それでは赤い服を着た女性警察官の演技をご覧いただきたいと思います。赤い服を着た女性警察官をフレッシュアイリスと申しますが、フレッシュアイリスの繰り広げる世界、フレッシュアイリスワールド、指揮は村瀬副隊長です。どうぞご覧ください。
もう一つだけ防犯のお話をさせてください。最初会の冒頭に一宮警察署の方もお話をされてるんですけども、その後たくさんの方がお集まりいただきました。このゴールデンウィーク中、家をお留守にされる方が多いです。悪いことをする人も、そういう時期を狙って泥棒する人もいます。とにかくね、対策、鍵をかけるってこと一番大切ですよね。家にも鍵をかけていただく、車も鍵をかけていただく。車の中に例えば物を置いておくとしますよね。財布抜いたから大丈夫、これは運転されている方の感覚です。悪いことする人はあのカバンの中に財布が入ってるかもしれないと思いますよね。ということは見えるところにあるとやっぱり取っていこうとしますので、トランクへしまうなり持って動くなりしていただくってことも大切ですけど、まずは鍵っていうこと、これ大事だと思います。鍵がなぜ大事かっていうと、泥棒は時間がかかることは嫌なんです。何かごそごそしてるぞっていうのをこう見られると人の注意を引きますよね。家の鍵もそうなんです。この鍵は壊しやすいか壊しにくい鍵か、泥棒もそんなプロいてもらっては困るんですけども、泥棒のプロですから、あ、この鍵は壊しにくい鍵だなって言えばやっぱり避けますよね。時間がかかるぞっていうこと、これ大事だと思います。それから、光、愛知県、皆さんご存知の通り自動車道とても多いところではあるんですけども、これ少しずつ減ってます。ただ車上狙い、あるいは部品、いろんなものですね。自動車関連窃盗っていうとやっぱり全国でまだワースト1というところにあります。明るい駐車場は狙われにくいということが言われております。と言いますのは、やっぱり何かしてるとこ人に見られるリスクがあるということですよね。これもやっぱりご用心いただければというふうに思います。そして3つ目ですね、音。玄関なんか開いた時にチャリンチャリンって例えば鈴でもつけとくと、これすごくいいんです。というのは、泥棒って皆さんのご存知の空き巣っていう人がいない時に入ってくる泥棒だけじゃなくて、いやきといって人がいるときにテレビ見たりしてるときに入ってくる人が、家にいると結構開けてたりするんですね。そういうのを狙う人がいます。それから忍び込みといって、夜寝てるときに入ってくるのを得意とする人がいます。これ一遍成功するとそれが自分の得意技みたいになっちゃって、そういうのばっかり狙うわけです。ところが出くわしたら強盗に早上がりしてしまいますよね。そういうのね、これ怖いんです。人が入ってきた時に分かるって、これ大事なんですよ。玄関に例えば鈴がついてる、あとはですね、夏場になってくるって暖かくなってくると網戸で過ごされる方もいると思うんですけれども、そういう時に開いた時にちょっと音がするような仕掛けでもしといてもらえると、泥棒もびっくりするし、うちの人も気がつくっていうことですね。これ絵には防犯砂利が書いてありますけれども、庭に砂利なんか引いてあると歩くとザクザクと音がして人が来た時に分かるっていうことです。それとやっぱり泥棒が一番嫌なこと、一番嫌なことっていうのは地域の目なんです。捕まりたくないから下見をしますよね。その時にこんにちは、
声かけられるとドキッとするんですよ。顔見られた、覚えられた、この町は人が入ってくると分かる町だって、ここで何かしてたらみんながこうやって見てるんじゃないかと、そう思うわけですよね。地域の目が行き届いているところっていうのは犯罪が少なくなってくる、こんな傾向がございます。いろいろと申し上げましたが、この地域から犯罪がなくなること、交通事故がなくなること、これは皆様、県民の皆様、そして警察同じでございます。一宮警察署、そして愛知県警察はこれからも地域の安全のために頑張ってまいります。皆様方には変わらぬご理解とご協力をお願いし、私たちの演奏演技終わりたいと思います。ありがとうございました。今一度盛大な拍手。